うな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 じろう。うな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 じろう。うな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 じろう。羽ばたけよスワンダイバー。勝手に食レポ第2弾でーす。はい、ということで、今回はですね、こちら1分でうなぎのかば焼き風ということで、一政かまぼこさんのうな次郎でございます。はい、こちらはね、魚のすり身で作ってるんですけども、なんとうなぎのかば焼き風になるという商品なんですけども、こちらはもう新潟県ではですね、知らない人がいない企業、一政かまぼこさん、新潟市の東区にある会社の商品なんですけども、これ全国 CM をやってんのかな？まあ、新潟ではよく CM 見るんですけども、こちらのですね、うな次郎を今日は食べてみたいと思います。本当にうなぎのかば焼きを食ってる感じになるのか、はい、楽しみですね。実は僕食べたことないんですよ。今日初めて食べるんですけども、いや、どうなんでしょうかね。うなぎではないんですよ。はい、魚のすり身で作ってるうなぎのかば焼きなんですけども、これが300円ぐらいかな。うん、某スーパーで、税抜き300円弱だったんですけども、いや、これが本当に、うなぎのかば焼きの味がしたら、もう最高っすよね。300円くらいでね。じゃあこちらを今日は勝手に食べて、食リポをしていきたいと思います。はい。レンジで1分チンしまして、うな丼の完成でございます。見た目なんてもろうな丼じゃないですか、ね、美味しそうですよ。タレとね、山椒もかけて。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。いや、楽しみだな。ちょっと待ってね。じゃあ、うわー、柔らかい。すごい柔らかい。じゃあ、ご飯とうな次郎、タレ、山椒、絡めましていただきます。うまっ。めちゃくちゃうまいですね。うまっ。いや。うん。これね、本当にこれがうな次郎じゃない。うな丼ですって言われてて出されたら、多分みんな気づかないんじゃないかな。今僕はこれうな次郎、魚のすり身で作られてるって分かって食べてるから、あの、やっぱちょっと違うなと思うんですけど、でもこれ絶対分かんねえわ。言われないで出されたら分かんない。うん、めっちゃうまいっすね。うん。うん。何？いや、これ。いや、だってさ、これが300円ぐらいで食べられるわけじゃないですか。これいいぜ。うん、お金ないときとか、お金なくてもうなぎ食べたいときあるじゃないですか。全然、代用品ですよ、これ。うん、めちゃくちゃクオリティ高いですね。うまっ。全然これでいいな。まあ、このね、皮の部分もしっかりあって、うん、パグロが揺らすからさ、ね、ブレブレなるでしょね。はい、うん、でこれ絶対ビールに合うと思うんですよね。
あーうまい、最高です。はい、これ新潟県外の人も食べられるんでしょうかね、どうなんでしょうか。まあ、我々よくスーパーで見るんですけども、うん、なんかあのサラダホープみたいに新潟県でしか売ってないとかですか、どうですか全国の皆さん、まあ、全国の皆さんが見てるかどうか分かりませんけども、ね、いやこれ一まさかまぼこのうなじろ最高、新潟うんめもんいっぺんさ、米と酒だけじゃねえんさ、うん、あうまい。